こういういい言葉をね僕がおさんからたただきました、えー、帝王は王のことを帝王って言います帝王学なんで帝王は気配り業だ王であるって聞くとリーダーをイメージすると思います基本的にねみんなを引っ張っていくリーダーだと思います、えー、それは独, <laughs> 独裁者ですね民に気を使わない王は独裁者です とはいえ,えです、まあ、ここで言う民っていうのは社長が王だと思って自分が王だと思って従業員さんが民だと思ってくれたら従業員さんだったりとかお客さんが民だと思ってもらったらまあ適用はしやすいかなとは思うんですけれども、えー、一つは独裁者自分が好きなことをやる独裁者でも民の理解部下の理解が得られないとその独裁ってできないですよね。 とはいえ、部下の機嫌民の機嫌ばっかり取ってたら、やるべきことは、絶対にできません。絶対にできません。なぜなら、民は、私の利便性の向上だけを主張するからです。千人、民がいたら、千人が利便性を主張します。けど予算はない、国の予算はね。だから、重要性、緊急度の高いところから順番に政治をしていかないといけない。 えー、住民サービスを提供していかないといけない。で、その時に、みんなが大変って言うから、じゃあ誰かやるのは不公平だよね。だからみんなが手を取り合ってできる方法を考えようって言ったらその国滅びますね。だからこれがビジネスとの関連付けですね。ビジネスもみんなが良くってお客さんがみんながいいっていうようなことを作るっていうことばかり言ってたら、ほとんど全てのビジネス始まってないんですよ。なんでビジネスだって生き残るのが先。 生き残れるようになったらお客さんに価値を提供する。慌ててね。つまり、売るのが先です。理想だけでは飯は食えないから。残念ながらね。あるいは、理想だけで飯が食えるように、お金を貯めておくのは一つの方法でしょう。あるいは、その理想を実現してくれる人から投資をしてもらうのもありでしょう。だから、その実力、 実際価値提供できるまで2年かかるんだったら2年生活の面倒2年間その開発をする資金を出してくれる投資家を、がいるんだったらできるでしょう。けどそんなのはあまり一般的じゃないですよね。ただちなみにこれも魅力です。だから魅力さえあれば金なんていりません1円も。で、僕、金沢に住んでるっていうことをね、知ってる方何人かいらっしゃるかもしれないですけれども、あ金沢になんで引っ越したかっていうと、あの、 家賃も電気代もガス代も水道代もいらんから金沢来てよって言われたから金沢行きました。お金がどうこうじゃないですね。僕もその、でなぜ、じゃあ僕も言ったって家賃なんてもうワンルーム僕ほとんど住んでないからワンルームで月で家賃、電気、水道って言ったち5万円いかないですよ。3、4万円ですよ。家賃含めてね。だ別に僕は3、4万のために行ったんじゃないです。えー、彼と一緒に仕事がしたいと思ったから金沢に拠点を移したんですねで。それは彼と一緒に仕事をするとビジネスがどう伸びるかじゃないです。 たただ単に彼ととおったら面白そうなことができそうだからで。彼も僕がいたらもっと自分の世界が広がると思ったから一緒にそういう提案をいただいた。お互いの魅力同士で話が進んでるだけです。